ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー。視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトラなりに答えたり、マニアなトーク縛りを話したりするまったりラジオです。寝る直前、一日の終わりに布団の中でぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。ということで皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日のパーソナリティは少子が務めさせていただきたいと思います。ということでですね、熱戦の末幕を閉じました幕張メッセの全国大会、出場された皆様お疲れ様でした。そして観客の皆様、たくさん盛り上げていただいて、また新たな歴史がね生まれて、すごくいい時間になった2日間だったのではないかなと思いながら、僕は2日間結構ゆっくり見させていただいて、なのでまあそこら辺についてちょっと今日は感想を述べていきたいなと思っております。いやなんかね、やっぱ幕張メッセって本当にね、毎年多分このこと言ってると思うんですけど、めちゃくちゃ特別だなと思いながら見ててもすごい緊張するし、なんかあの雰囲気何なんでしょうね、個人にはない、個人の3月とかの選手権にはない独特の緊張感っていうのがすごく見てる僕たちにも伝わって、なんかこういいですね。すごく好きです。僕は幕張メッセでの全国大会がすごく好きなんですけど、まあ、1日目は学校部門でしたね。中学校は松陰中学校さん、そして高校は、僕の大好きな遊学館高校さんが1位に返り咲きということで、今日神々ですね、僕もね、相変わらずですけど1位に返り咲きです。そして大学部門は我が母校立命館大学バトンチーム。いや本当にね、どのチームも1位になってもおかしくないぐらいのこうなんていうの、熱量とか、そこにかける思いっていうのが熱くてですね、そのぶつかり合いっていうのがすごく素敵で、なんかやっぱ立命館大学さんは、まあ、男子のバトントワラもたくさんいるし、まあ、日本代表する選手がねたくさん在籍されているチームなので、まあなんかこう雰囲気がありますよね。すごく言葉では表せないですけど、なんかすごく雰囲気がいいなっていう、あの1分間練習の段階でもうなんか観客の皆様を釘付けにするような、なんか雰囲気は素敵だなと思いながら、圧巻の演技だったなと思いながら見てましたね。で2日目はまあ一般団体の、まあ年齢別の大会となりましたけど、いややっぱりね、オープンはもう凄まじいですね。本当にどこの支部代表のチームでも、こうレベルの高い、本当にレベルの高い戦いを見ることができて、もうこうつつけがたいというのはこういうことだなと思いながら見ておりました。1位はゴールデンハーツさんですね。もう本当に今年の夏でも金メダルを獲得して、その勢いのまま新しいまた作品で、もう本当盛り上げるのが上手というか、もちろんバトンもすごくね、バトンだったりボディーワークも素晴らしいんですけど、やっぱ観客をね引き込むなんか作品作りっていうのはすごくね、もうピカイチだなと思って毎年見させていただいてるし、なんかこうショーを見てるような本当に感覚に陥るほどの作品がいつも作られてこられるので、すごく楽しみにして今回も見させていただいたんですけど、今回はグレイテストショーマン、かっこよかったですね。なんかもちろんこうアリーナクラスで作品見るのも素晴らしいんですけど、なんかこういうの照明付きで舞台で見れたらいいなとか勝手に願望をこう抱きながら見てましたね、ゴールデンハーツさんの演技は。そして、まあ、我らがコマちゃんのチームは第3位ということで、まあ、関東の星自由が丘バトンクラブの演技でしたけど、いや、めちゃくちゃ盛り上がったんじゃないかな。一番の歓声でですね、やっぱ、駒田圭介ってすごいなと思いながら、相方なりながら、すごいなって思いながら、見ておりましたね。なんかこう、まあ、曲も曲で、クロアリのマーチングバンドだっけ?だし、すごくなんかこう、クラップもしやすいような、音楽だったので、もう会場が一体となってすごく盛り上がっていましたね。だからすごくなんていうのかな、僕がよく大会とかで、記録よりも記憶っていうことを願って作品作りしたりするんですけど、
まあ、自由が丘さんは今回本当に、まあ、もちろん3位は素晴らしいことなんですけど、それよりも観客の皆様の記憶におそらく残ったんじゃないかなっていうのを思いながら見てましたね。うん、なかなかこれをこう YouTube だったりとかで見ることがないのが残念ですけど、あそこの会場にいた皆様、そしてライブ配信を見てくださった皆様しか知り得ないあの空気感っていうのは、ぜひできればたくさんの人になんか見ていただきたいなと思ってるんで、まあもしかしたらこまちゃんが練習の映像だったりするのかな、上げてくれたりとかもすると思うんで、ちょっとわかんないですけど、ちょっと期待して DM とか送ってみてください。はい、まあそんな感じでね、素晴らしいパフォーマンスがもうね毎団体続いて、もう瞬きもする間もなくっていう言葉がぴったりだったんですけど、まあやっぱりね、こう毎年見させてもらって、なんか指定席って結構売り切れてるらしいんですよ、大会の。なんですけど、やっぱり空席が目立つのがねもったいないなと思いながら見ておりましたね。なんかそこはもう本当に毎年の課題で、うん、なんか指定席売り切れてるはずなんですけど、なかなかこう空席の瞬間があんまりなかったりとかするので、うん、なんかこう何かできないかなとか思いながら、本当にあの自分の推しのチームだけではなく、というかまあ推しのチームがたくさんあれば皆さん見ると思うんですけど、自分ので関わってるチームだけではなく、あ、このチームも見たい、このチームも見たいっていう方々が増えたら、もうちょっと席にいてくださる時間が長いのかなとか思ったりとかしたりとかしますね。どうなんでしょうね、なんかそこら辺は難しいところではありますけど、なんか策がないかなと思いながら毎回、うん、悩ましいところです。なんかこう休憩時間になんかこうハーフタイムショーだったりとか、 なんかゲストの方が来るとか、なんかそういうのでもいいのかなとか思ったりしながら見ておりますけど、なんかこういいなんか案があればぜひ DM いただければ、なんかそうだなと思えば、あの協会の皆様にお話しすることも可能かなと思いながら見ております。はい、そんなことで全国大会が終わり、いよいよまあ全国大会が終われば2023年もおそらく終わりが見えてきて、そしていよいよ2023年度になりますね。来年の3月、今年は名古屋であります全日本選手権に向けて、さらにこっから頑張る選手が増えていくのかなと思ってますけど、いやなんかこう全日本選手権も楽しみですね。こうやっていろんなチームのいろんな選手が育ってきて、また若い力がどんどん出てきて、まあ新しいこうスターが生まれてくるのかなって思うと、もう今からドキドキしてて、もう僕もなんか関わる選手の皆様がこうやっと全国大会終わって個人に向けてこう本腰を入れれるような状況になったので、ちょっと全日本選手権に向けて頑張りたいなと思うし、なんか結構ワクワクドキドキしております。今年はあの全日本選手権と、そして世界大会がですね、ワールド、僕たちはワールドと呼んでおりますが、世界選手権の選考会も同時に行われますので、今年は日本代表選手誰がなるのかなっていうところですごく楽しみですね。もうなんかちょっと予想したりとか、ちょっとずつこうエントリーとかも出てきて、まあなんか優勝候補だったり代表候補っていうのを、まあこまちゃんと僕たちなりに話したりもするんですけど、まあでもなかなかね、まあスポーツですから、その時のまあ作品だったり出来だったりで本当に切符を得る選手、そして惜しくも逃す選手だったりとかがたくさんいらっしゃると思うので、まあ、また3月のそのドラマを見ることを楽しみにしております。はい、ということで、僕はですね12月27かな27日、今回土曜日に遊学館高校さんは、日本一になられましたが、その遊学館高校さんのメモリアルの、本当メモリアルになると思うんですけど、発表会のゲスト出演に本当に恐れ多いんですがゲスト出演が決まっておりまして、なんかこう花を添えられたらいいんですけど、まあ本当に素晴らしいあのチームなのでちょっと恐れ多いんですけども、まあできる限り頑張って12月27日花を添えられるように頑張りたいなと思っております。そして12月24日ですね、浦安市総合体育館でダブルリーグ女子のバスケットの公式戦が行われますが、そちらの方はウルトラトワラーズとして5、6、7名のバトントワラーと、あと2名のハンドトゥーハンドの
スペシャルなパフォーマンスでハーフタイムを盛り上げるという、スケジュールが待っておりますので、ちょっとインスタの方でちょくちょく上げておりますので、ぜひお近くの方だったりとか見に来ていただいて、まあバトンももちろんですけど、ダブルリーグ見たことないよって方もぜひ足を運んでいただければ面白いんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今年もラジオあと何回なのかな、あと僕は残すとこ1回になるのかなと思いますが、まあ引き続き今年ですね、体調崩さないように乗り切って来年を迎えられたらいいと思いますので、皆様、12月も体調管理、そして素敵なクリスマスをお過ごしください。今回のラジオがいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録して次回の動画をお楽しみください。ここまでの間、翔士でした。